1952年ヘルシンキオリンピックの水球競技は1952年7月25日から8月2日にかけて男子種目のみが実施された。21カ国が参加して行われた。競技では最初に1対1の予備戦を行い、勝利した10チームが予選リーグに進み、敗退した10チームは敗者復活戦へ回った。 敗者復活戦でも1対1の対戦を行い、勝利した5チームが予選リーグに進んだ。なお、アルゼンチンがシードされたため、アルゼンチンのみ予選リーグからの参加となった。予選リーグでは予備戦を経た15チームとシードのアルゼンチンを加えた16。 チームが4カ国ごとに4つのグループに分かれ、総当たりのリーグ戦を行い上位2チーム、それぞれ、計8チームが準決勝 E 組及び F 含みへ、進出した。準決勝でも、総当たりのリーグ戦を行い、上位2チームが、決勝ラウンドへ進み会にチームは5から8位、決定戦へ進んだ。決勝ラウンド及び5から8位決定戦でも、総当たりのリーグ戦を行って、 最終順位を決定した。なお、勝ち上がりの際に一度対戦経験のあるチーム同士が同組に入った場合、再び対戦することはなくすべて予選リーグ及び準決勝の対戦結果が反映された。競技結果の勝敗表内にある中はべて持ち越し分の対戦結果を示している。AB7 月28日にユーゴスラビア対オランダは一度対戦し、 オランダが3対2で勝利したものの、ユーゴスラビア側からの抗議により再戦となった。再戦は8月1日に行われ、ユーゴスラビアがオランダを2対1で下し、これが最終結果となった。ありがとうございます。